怪しい男から逃げる小学生。これは大根小学校2年生を対象に行われたコンビニ駆け込み訓練です。この訓練は安全で安心な暮らしの実現などを目指し、秦野市と協定を結んでいるセブンイレブンジャパンが緊急時にはコンビニに駆け込めることなどを子どもたちに知ってほしいと行われたものです。当日は地域のコンビニの店員も参加。児童が不審者の特徴などを店員に伝え、110番通報するまでの流れを確認しました。